ただいまから厚生労働委員会を開会いたします委員の異動についてご報告いたします昨日までに小勝影君が委員を辞任されその補欠として高木麻里君が選任されました政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします社会保障及び労働問題等に関する調査のため本日の委員会に理事会協議のとおり厚生労働省大臣官房 医薬産業振興医療情報審議官、内山博之君ほか20名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することにご異議ございませんか。ご異議ないと認め、採用を決定いたします。参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。社会保障および労働問題等に関する調査のため、 本日の委員会に、日本年金機構理事長、大竹和彦君を参考人として出席を求めることにご異議ございませんか。ご異議ないと認め、作用を決定いたします。社会保障および労働問題等に関する調査を議題とし、質疑を行いますす質疑ののある方は順次ご発言願います委員長正正幸幸君自由民主党の上正幸です。 本日は質問の機会をいいただきありがとうございます前回の厚生労働委員会におきましても、数多く質問がありましたが、私からも小林製薬の紅麹を原料とする製品による健康被害問題に関連して、質問を始めたいと思います。まずは健康食品による健康被害拡大防止における健康食品無償に無許可医薬品健康被害防止対応要領の実効性確保について伺います。 現在、当該サプリメントに関連した死亡事例が報告されているところです。かつて、健康食品関連の健康被害では、2002年に中国製ダイエット健康食品として販売されていたお茶から、N ニトロソフェンフルラミンが高濃度で含まれていたことで、死者が発生した事例がありました。フェンフルラミン自体は、中枢神経に作用し、食欲抑制作用を示す薬物として、海外で承認されている成分です。 こちらの成分はフェネチラミン骨格を有しており、この構造は覚醒剤であるアンフェタミンと類似をしていることから、作用基準が理解できるところであります。中枢神経を興奮させ、満腹中枢を刺激することによって、食欲が抑制されるというふうに言われております。このフェンフルラミンにニトロソキがついた N ニトロソ、フェンフルラミンが中国製ダイエット健康食品に高濃度で含まれていました。それにより、平成18年7月の時点で、 肝障害などの健康被害を796名が起こし4名が死亡に至っていますこれが契機となり健康食品無承に無許可医薬品健康被害防止対応要領が作成されたと認識をしています今回の小林製薬の紅麹を原料とする製品によると思われる健康被害が多数報告されていますこのような事例を教訓として健康食品による 健康被害拡大防止につながる体制をしっかりと構築していくことが大切と考えます。そこで、健康食品を使用していて、体調に異変を感じた際は、購入先として多いであろう薬局等へ相談がされて、医療機関へ受診鑑賞がなされ、保健所と医療機関等の連携がされるといった専門家の知見が十分に生かされる対応要領の実効性が重要と考えますが、厚生労働省はどのようにお考えでしょうか、はい、厚生労働省大坪衛生局長。 お答え申し上げますあの今回の事案にかかわらず、先生ご指摘のこの要領の中で、日本医師会および日本薬剤師会に対しまして、いわゆる健康食品等との関連が疑われた場合には、管轄の保健所へ提供していただくこと、また管轄の保健所による調査に対して協力をしていただくこと、これを依頼をしております。 引き続き薬局や医療機関の皆様方にもご協力をいただき、健康被害の発生や拡大の防止に努めてまいりたいと考えております。神谷正幸君、はい、ご回答ありがとうございます。健康被害の拡大防止をするためには。 関連が疑われた際に幅広く情報を拾い上げ一百共有されることが重要と考えますそのためにはやはり先ほど医師会医師会,医師会薬剤師会という名前もありましたが関連する専門職がしっかりと連携をして情報共有をしていくことも非常に効果的だと思います引き続き関係各省の連携強化と健康リテラシーの向上という観点から連携そして消費者の意識が向上するような取り組みを併せて進めていただくようお願いしたいと思いますまた 健康,被害で健康食品で健康被害が疑われた際、消費者は事業者へ問い合わせをすることが多いようにも感じています。今回、当該企業の健康相談受付センターに電話がつながらなかったと不安を感じていた方が、薬局で薬剤師に相談をして安心感を得たケースもあるというふうに聞いております。アクセスししやすすいいい薬局のの活用も一つの手段ととてててご提案させていただきます続いて厚生労働省と 国立医薬品食品食衛生研究所及び消費者庁の連携についいて伺いますこの度の度小林製薬の紅麹を原料とする製品がこれだけの騒ぎになった要因の一つに、発表時に原因物質が不明であったという不安感があり、まずは原因究明が最重要と考えます。そのような中で、小林製薬から当該サプリメントからプベルル酸を同定したと発表がありました。プベル,ル酸は 医学分野の代表的な文献情報データ,でデータベースであるパブメイトにおいても、文献が6本しかない、情報が少ない物質であります。現在、厚生労働省が所管する、我が国で最も古い国立試験研究機関である、国立医薬品・食品衛生研究所によって確認が進められています。それを踏まえて、このような食品に関連する健康被害が発生した際に、原因究明と再発防止に向けて、 厚生労働省と国立医薬品・食品衛生研究所および消費者庁の連携が重要と考えますが、今後もどのように取り組んでいくのか、厚労省のお考えをお聞かせください大坪衛生局長。 お答え申し上げますあの今般の紅事関連製品への対応をおきましては、現在、国立医薬品、えー・食品衛生研究所、この専門家の先生方のご協力を得ながら、国が主体となって、えー、原因分子の特定、分析、これらを進めているところでございます。また先生ご指摘の消費者庁などの関係省庁との一体的な対応、これにつきましては、あ関係閣僚会合および関係省庁連絡会議 これらを設置、開催をしており、また紅麹使用製品の対策省庁間、関係省庁との連絡室、これも設置をして、すでに情報共有とを行っているところでございます。また厚生労働省と消費者庁合同でコールセンターを設置するなど、関係省庁との連携を強めて対応を行っているところであります。 引き続き先生ご指摘のように国立医薬品食品衛生研究所や消費者庁をはじめ各関係機関と密に連携をして対応してまいりたいと考えております神山正幸君はいありがとうございます、えー、国営県とまた消費者庁と連携をとって、まあ、今回の問題を回していくというお話がありました、えー、国が主体としてもしっかり力を発揮していく必要があると思いますのでぜひ連携を深めていただきたいというふうに思いますまた、えー、食品衛生基準審査課はこの4月から 厚労省から消費者庁へと移管されています今後、同じような事案が、もちろんあ事例が起こってはいけないんですが、万が一起こった際,際に、今後も消費者庁と協力をして、また国営権の有する知見とその機能が十分に活用されるように、しっかりとした連携をお願いしたいと思います。続きまして、食品分野の規制緩和にかかる厚生労働省としての安全性の担保について伺います。現在 小林製薬の紅麹を原料とする製品によると思われる健康被害の原因究明がされているというところがこれまでのご答弁の中でもありました口から体内に入り摂取されるものが場合によっては生命健康に大きな影響を与えるということが今回多くの国民に再度認識をされたところではないかと思います小林製薬の回収命令対象となった3製品は いずれも機能性表示食品は、規制緩和による経済成長の一つとして誕生した経緯があります。同じいわゆる健康食品に含まれるものとして、それ以前より特定保険用食品がありますが、こちらは国による有効性と安全性の審査が必要です。その特定保険用食品の許可件数は、 近年5年5間でほぼ横ばいという状況であります。他方そのような審査を必要とせず、事業者の責任で届け出るという勘弁さもあり、機能性表示食品の申請数は、同期間で約3倍以上に増えています。規制緩和をすることで、その分野の様相が大幅に変化していくということが、このことからわかります。今回の健康被害と規制緩和の因果関係は現時点では不明でありますが、 今般の問題が与えている社会的な影響が大きいことは確かですそれを踏まえて国民の健康に関わる制度の規制緩和を進める際には安全性の確保策をしっかりと考えるべきではないかと考えますが厚生労働大臣のお考えを教えてください竹見厚生労働大臣、えー、厚生労働省が所管をいたします食品衛生法 これは食品の安全性確保のために必要な規制等を講ずることにより飲食に起因する遠征所の危害の発生を未然に防ぎ国民の健康を保護することを目的としておりますで。具体的に食品の販売等を行う事業者に対しましては 有毒または有害な物質が含まれる食品の販売等を禁止するなどの規制や監視指導を通じてその遵守状況を確認する責務を厚生労働省としては担っておりますで厚生労働省としてはこの食品衛生法に基づきまして食品の安全の確保を図るのが責務であります、えー、規制緩和が契機であるか否かにかかわらずこの食品の安全性を揺るがす問題が生じた場合には まずは全力を挙げて原因の究明に取り組むとともにしっかりとしたこのエビデンスに基づいてこの再発防止策を講じていくことが重要であると考えております神谷正之君はい、力強い御答弁ありがとうございますまさに全力を挙げて原因究明をし再発防止に取り組んでいただくそれをエビデンスに基づいて行っていくことが重要であるというふうに私も思います今回の件でいかに健康に 関連することが国民に不安を与えるのかということが再度確認されたところだと思いますそして今回機能性表示食品前回機能性表示食品を認めた際は行政の関与が全くないいわゆる健康食品が市場から淘汰されることが期待をされて規制緩和が進んだというふうに認識をしております規制緩和で果たして 目的が達成ができるものなのか、そしてそれが国民にとってどういう影響を与えていくことなのか、ぜひそういったことも踏まえて、国民の健康と安心を守るための取り組みを、今後も厚生労働省には力強く進めていただきたいと思います。続いて、未承認薬品等を用いた治療,のあ治療の医療広告について伺います。これまで、いわゆる健康食品に起因する健康被害について質問をしてきましたが、 現在、未承認医薬品等に関しても、健康被害報告が相次いでいる状況があるというふうに認識をしております。昨今では、オンライン診療が進んでいるという背景を受けて、SNS を使用していると、医療機関がインターネット上に展開をしている g l p 1ダイエットと称した広告が目に飛び込んでくることが頻繁にあります。 これはこちらが見るわけではなくて、向こうから一方的に表彰されるようなもの、これも大変多いというふうに感じています。これは主にオンライン診療を通じて、保険適用外の自由診療で、本来その薬の適応疾患に罹患をしていない利用者に糖尿病薬を処方して、直接薬を送付する方法をとっていると思われます。現在そのののよような保険適用外の自由診療によるダイエット目的での 糖尿病治療薬の使用によって、健康被害の相談が増えているというふうに聞いております。これは実際、私が中国庁に訪問した際に聞いた話ですが、関東のオンラインクリニックで処方された糖尿病治療薬を使った方がおられ、副作用が出て、非常に体調が悪くなったと。それで近隣の医療機関を受診して対応してもらおうというふうに思ったのですが、近隣の医療機関からは、 初方ごのクリニックで対応するようにというような対応がされたを求められたために使用者が期待するような対処をしてもらえなかったという事例があったというふうに聞いております糖尿病治療薬を用いた治療行為をダイエット向けで広告することを含めてこのような処方をすることは危険な状況であり行政としても国民への注意喚起が必要と思われますオンラインでの重診療やインターネット上の医療広告の是非についてどのように考えているのか また違反広告をどのように確認をしているのか、厚生労働省の取り組みを教えてください、はい、厚生労働省浅沼一誠局長。 お答えいたします厚生労働省では、医療法に基づく適切な医療広告を推進するため、医療広告,広告ガイドラインを作成するとともに、医療機関のウェブサイトの監視等を行うネットパトロール事業を行っており、不適切な表示が見られるウェブサイトを把握した場合には、医療機関に周知し、自主的な見直しを促したり、都道府県等に情報提供し、都道府県等において必要な指導等を行うこととしております。ご指摘の未承認医薬品等を用い 自由診療のネット上の広告につきましては、これまでも承認薬、医薬品等であること、入手経路等、国内の承認医薬品等の有無、 諸外国における安全性等に係る情報、こうした要件を明示することを Q&A において求めておりましたが、ネットパトロール事業におきまして、議員ご指摘の g l p 1ダイエット関係の通報受付件数が増えていることを踏まえまして、分科会において検討を行った結果、先ほどの要件を医療,国医療広告ガイドラインで明示することとしたほか、併せまして未承認医薬品等は、 医薬品副作用被害対策救済制度等の救済の対象にならないことについても、明示することを求めることといたしました厚生労働省といたしましては、医療広告規制に関する取締りを行う都道府県等とも連携しながら、医療広告の適正化に取り組んでまいりたいと考えております神谷正幸君、はい。ありがとうございます。 ご説明のあった令和6年3月22日の通知で、インフォームドコンセントの対応方針が改正されて、また未承認医薬品等を用いた自収入に関して5つの項目を限定解除等の要件にしているということも理解しましたあの。今、副作用救済制度の対象にならないという話がありましたが、私はまあ薬剤としては非常にそれは重要なことではないかというふうに思っております。そういったあの ができてていいるととうことは理解をしてし,てしましたまたあの未承認薬であることや重大な副作用についても明示されるということなのであの一定の効果を期待したいところなんですがあの実際にスマートフォンを使ってそれらを見てみるとです、ね、非常に目を引くようなこうきれいな写真がたくさんありましてでさもこう効果を期待するその気持ちがこう高ぶるようなグラフもたくさん表示をされてさらに鮮やかな文字が その効果を謳っているという中でその注意する項目が非常に小さくさらにこう灰色とかの薄い文字であのフォントで掲載をされている状況を見るとあのほとんど印象に残らないというふうに感じています。 そういった状況も踏まえまして、先ほどご答弁の中にもありました、平成29年から実施されているこのネットパトロール事業、これ、今後もより一層しっかりと取り組んでいただきまして、予算も確保して継続して、さらなる対応策をしっかりと検討して進めていただきたいということ、お願いを申し上げます。たたた、た、だだいいいま例とししててて、取り上上げさせ GLP-1 需需要要対策は供給を上回る需要が発生したそれによって 厚生労働省より在庫逼迫に伴う適正使用の周知依頼があったことも記憶に新しいところであります。それも踏まえて、続けて医薬品供給不安報告の活用について伺,え伺います。3月15日の厚生労働省保健局医療課から通知された現下の医療用医薬品の供給状況における変更調剤の取り扱いについてではやむをえない場合に、 高圧品の処方内容であっても、選抜品へ患者さんの同意が得られれば、変更調剤を当面の間可能としてよい、また財源に関しても、ある程度一定変更してもよいというものが通常されました。医薬品提供の現場からは、非常に大変大きな反響がありまして、発生から今4年以上、医薬品供給問題というものが継続しておりますが、その現時点においても、高圧医薬品の供給不足が、 多くの保険薬局の業務を圧迫している証拠である、また、場合によっては医療機関等にも大変な影響を与えているんだということを再確認しているところであります。この4月1日から、あ今回の4月1日から6か月以内に供給不安が生じる恐れが判明した際は、製造・販売業者が厚生労働省に供給不安報告をすることとなりました。供給不安報告が事前にあれば 薬剤師は事前に用意可能な代替品を検討することが可能になってまいります代替処方を提案するなどして処方医と連携をとって患者さんが薬を手にすることができる環境を作っていくことが重要でありそれは非常に効果的であるというふうに考えていますまた企業からの供給状況報告は厚生労働省に大変お骨折りをいただいて翌日には反映されているようになったため利用価値が非常に高くなったというふうに感じています 供給不安報告の入り口があり、出口として供給状況報告があると考えると、代替品を検討しやすいように、同行類薬検索などができるようになるなどの機能が充実をしてくれば、前日のようなやり取りがしやすくなることが期待ができます。効果的な情報の集約や提供方法を今後、どのように考えているか、厚生労働省にお尋ねします厚生労働省内山医療情報審議官。 はい、あの医薬品の供給不足が判明した場合等には、これまでも製薬メーカーより厚生労働省に対し、出荷状況や代替薬等の報告を行っていただくといった取り組みを実施してきたところです。え今般え、供給不足の恐それを早期に報告いただき、供給不足を未然に防止する観点、それから収集した情報を薬局や医療機関へ提供する観点から、ご指摘いただいたように、4月1日より、 供給不足が生じる恐れが判明した場合の供給不安報告と、供給不足が生じた場合の供給状況報告の2つに整理することとしたところでございます。まず、供給不安報告につきましては、医療現場への影響が大きい医療用医薬品等を対象として、製品の基本情報、生産、出荷、在庫の数量、供給不足が生じる恐れに関する原因などをご報告し,たしていただくこととしてございます。 次に、供給状況報告におきましては、すべての医療用医薬品を対象としまして、限定出荷等の,利用の理由の詳細、改善の見込み、代替薬の情報などをご提供いただいておりまして、供給状況を速やかに医療機関や薬局に共有する観点から、こうした情報を取りまとめて、厚生労働省のウェブサイトで公表し、随時更新をさせていただいているところでございます。 また、令和5年度補正予算事業におきましては、薬局や医療機関等の関係者の方々が、より利用しやすい形でご報告していただけるようにするとともに、一般の国民の皆様も含めて、見やすい形でご覧いただけるように、システム化に向けた検討を始めたところでございます。こうした検討も踏まえながら、引き続き医薬品の供給状況について、医療現場等への適切な情報提供に努めてまいりたいというふうに考えてございます。 はい、神谷正幸君はい、ご回答ありがとうございます令和5年4月25日の厚生労働委員会で私からぜひ随時反映されるような仕組みを作っていただきたいとお願いさせていただいていることもありましてこのような仕組みを作っていただいたことにまずこの場をお借りして感謝を申し上げますまたご説明のあった調査研究事業は令和5年度の補正予算による事業だということも今ご説明の中にありました現在の医薬品の安定供給で 一番不利益を受けているのはやはり患者さんであるというふうに思います何件も薬局を回っている5県目であるとか場合にとお子さんを連れて回っているお母さんはもいらっしゃるというふうに聞くとご,ご本人もご家族も今大変な負担を受けているような状況ではないかと思っておりますまたそれに対応している利用従事者に対しても大変な負担があるということも考えますとこういった事業は大変意味があることであるというふうに感じていますぜひ来年度も予算化をして 使い勝手の向上も含めてより供給問題による不利益解消に結びつくさらに分かりやすい方法を引き続き検討して前に進めていただくことを期待をしております続いて災害薬師コーディネーターの育成について伺います代替薬の提案に薬剤師が職能を発揮をした事例は今般の野田半島地震でも密記をするところでありますそのように医薬品が適切に 提供されるるる体制を確保でできととといいうううことは重要であるというふうに考えております災害時には災害薬事コーディネーターがそのために幅広い調整役を務めることが期待をされています先ほど申し上げた能登半島地震では石川県に災害薬事コーディネーターがいなかったため災害医療の知識の経験のある薬剤資格を有する大学教員や市の職員として私立病院勤務経験のある 薬剤師のの議議会議員がその役割を果たしたしといいう,うに聞いております具体的には災害対策本部において石川県や国からの薬事に関する要請に対して現場の第一線にいる石川県薬剤師会との連絡調整をすることでスムーズな意思疎通が可能となり意思決定スピードが上がったことで迅速な対応に結びついたと聞いております。例えば災害対策本部より支援薬品を避難所に 配置をしてほしいという要請がああったそうですその際に石川県薬剤師会は他の被災地支援に入っていてすぐには対応ができないという状況がありましたその際に災害薬事コーディネーターが災害対策本部にいたためにえおりまして日本薬剤師会の災害支援チームがどういった日程でどういう人数でどれぐらい入ってくるのかということを把握をしていたために 災害対策本部と調整をして、支援医薬品の配置を計画的にかつ速やかに進めることができたというふうに聞いております。第8次医療計画においても、災害薬事コーディネーターの配置の必要性を記載するよう指摘されています。そのような災害薬事コーディネーター育成に、令和6年度は500万円の予算が計上されていると承知をしていますが、災害が頻発する昨今の状況を鑑みると、より多くの災害薬事コーディネーターをスピード感を持って、 全都道府県へ配置できるように、育成していくことが必要ではないかと考えますが、厚生労働省よりご答弁をお願いいたします、はい、厚生労働省上医薬局長。 はいえ、お答え申し上げます。えっと災害ご指摘のあの災害薬事コーディネーターでございます。がえ、被災地における医薬品や薬剤師等に関するニーズの把握、そしてこれらの支援のためのマッチング等を行う薬剤師でございまして、都道府県が任命するものでございますえ、第8次医療計画の指針におきましても、都道府県が設置する保健医療福祉調整法後の一員として位置づけられているところでございます。 厚生労働省におきましては、令和6年度の予算事業といたしまして、都道府県における災害薬事コーディネーター養成のための研修の実施に関する補助事業を実施することといたしております、そのほか、都道府県と国による連携会議によりまして、先駆的な都道府県の取り組みを共有するなどいたしまして、都道府県と国が一体となって、体制整備に取り組む予定でございます。またあの 薬剤師のための災害対策マニュアルというものがございまして、これ、平成23年度の厚生労働科,研科学研究により策定したものでございますが、昨今の大規模災害などの状況を踏まえまして、令和5年度に研究費によりまして、この改正版の検討をいたしていたところでございます。今後、この改正版のマニュアルを都道府県に周知をいたしまして、体制整備の参考としていただくこととしております。今後も引き続き続まししてて各都道府県における災害薬事コーーーディネーターの要請を支援して 政治の保健医療活動に資するよう都道府県とともに取り組んでまいりたいと考えております神谷正幸君はいご答弁ありがとうございます災害対応の体制整備は各都道府県の実情に合ったものを検討していく必要があるというふうに思いますマニュアルをもとにそれぞれの都道府県でしっかりと検討を深めていくことは非常に有用であるというふうに感じていますそして大切なのはそれをもとにそれぞれの都道府地域ごとに継続して訓練を行っていくことが重要だというふうに考えております引き続き 研修や訓練やそれに向けたさまざまな対策の準備ができるように、自主可能な予算確保をして進めていただければというふうに思っております。続けて、医療系大学教育における IT リテラシーについて、文部科学省について伺います。医療現場では多くの病院で電子カルテが使われており、2022年の一般社団法人保健医療福祉情報システム工業会の調査では、電子カルテシステムの導入病院数は4000件を超え、全病院、 8205件に対し49.7%と5割に迫る普及率となっていますさらに400畳以上では86.5%もの病院に電子カルテが導入をされています一方2022年10月大阪の総合病院がランサムウェア攻撃の被害に遭いシステム復旧には2ヶ月を要するなど重大なサイバー攻撃に関する事例も報告されています今後 様々な医療 dx が進展,するよう進展しようとする中現場ではデジタル化が進まず非効率的な作業を実施するケースも散見されまだまだ it リテラシーが高くないのが実際のところではないかというふうに思います医療系学部の大学教育の時点でこれからは it リテラシーが求められることが明確に伝わるようにするべきだと考えます薬学部では新しい令和4年版の薬学教育モデル化に コアカリキラムにデジタルに関する内容が含まれていることは象徴しておりますが現在の状況も踏まえてより一層 IT リテラシーの向上を目指した教育が医療系大学教育で必要だと考えますが文部科学省のお考えをお聞かせください文部科学省奥野審議官お答え申し上げますご指摘のとおりビッグデータや人工知能を含めまして医療分野で扱う情報は質も量も拡大拡張しておるところでございます そして、これらの適切な活用が求められる中におきまして、医療系の大学において、IT リテラシーも含めた情報、科学技術に関する教育が適切に行われることは重要であると考えております。このため、先生からご指摘いただきましたとおり、文部科学省におきましては、医師、歯科医師、薬剤師の養成過程において、学生が卒業時までに身につけておくべく、 おくべき必須の実践的臨床能力を明確化したモデルコアカリキュラムを令和4年度に改定いたしまして新たに情報科学技術を生かす能力を各職種に求められる基本的な資質能力に位置づけたところでございますそして薬学教育モデルコアカリキュラムにおきましても臨床薬学に関する情報科学技術の倫理規範等を遵守し 人工知能やビッグデータ等の科学技術を積極的にに活用することについてて明記しておりま,すところですまた、この4年度に改定いたしました薬学教育モデルコアカリキュラムにつきましては、令和6年度より適用を開始しておるところでございまして、文部科学省といたしましても引き続き、現場の声に耳を傾けながら、将来、医療人として活躍する学生への教育が適切に実施されますよう、各大学の取り組みを促してまいりたいと考えております。 神山正幸君はい、ありがとうございます医療における DX の利活用能力の習,、えー、習得について教育が今進められているということがわかりました、えー、さらに今後サイバーセキュリティに対応する教育についてもぜひご検討をお願いしたいというふうに思います、えー、続けて医療現場における IT リテラシーについて伺います医療現場で働いているスタッフの IT リテラシー向上も、えー、重要であると考えます、えー、医療機関のみならず薬局や時間が<あ>すのでい、はい 薬局なども、他省庁と連携をして、リテラシー向上に向けて、他省庁とも連携して進めていけるよう厚生労働省にお願いを申し上げて、私からの質問を終わります。